数年前に父が死んだ時、自分の貯金と遺産を合わせてマンションを購入した。実家住まいだったんだけど、当時婚約中の弟が発給なのでできれば同居したいって話していたので、邪魔な小獣とが家を出た。一方、弟は父の遺産で新車を購入し、彼女と豪遊わら。結婚資金につぎ込んだだけでなく、弟嫁がお金があるなら同居したくないって言い出したもんだから別居することに。その時の敷金、家具、家電購入で遺産は使い切ったらしい。現在二児の父になった弟だけど、発給は変わらず。自分の給料を考えて、安い市営住宅にでも入ればよかったのに、便利な街中のマンションを借りたもんだから、1LDK に、給料の半分近くが消えるそうだ。私も母も、弟嫁からお金がないと、愚痴られるたびに、もっと安い賃貸に引っ越せ、嫁も働けばいいのでは?と答えているが、不機嫌になるだけ。で、目をつけたのが私のマンション。会うたびに、一人で 3LDK は広すぎませんか?ってうざうざ。そういえば、あのマンション、お父さんの遺産で買ったそうですね。って、自分にも権利があるような言い方をするので、バカかと思った。最近は避けて会わなくなったので、私の携帯番号を弟嫁は知らない。今度は、母に対して実家を売って遺産分けしては?みたいな残酷なことをさらりと言ってくるらしい。人を当てにするな、働け。弟は、ずるずると嫁にせがまれるまま散財してきたけど、子供ができてから、あのお金は残しておくべきだったってものすごく後悔してるよ。やっと、ちゃんと考えられるようになったみたいで、上の子供が小学校に入る前に、今度こそ実家で同居を始めるらしい。母にも頭を下げて、了承済み、生活費もきっちり入れると約束。弟嫁にもはっきりと言っており、しぶしぶ了承したらしい。実際、今のマンションに住み続けるのは無理だし。弟嫁は、仕方ないねって同意しながらも、本音は、別居継続して、専業主婦のままでいたいらしく、私に、マンションくれくれしつこかったり、母に出ていくように囁いている。母は、まだ50歳になったばかりだし、ものすごく強い人なので、弟嫁に追い出されるかも、という心配は全くありませんでした。孫にも執着がないので、弱みもないし、怖いばあちゃんです。家事分担、生活費なども、結構厳しく決めているようで、一つでも文句があれば同居しないし、ルール破ればすぐに追い出すとのこと。それで、怯えた弟嫁が、最後のあがきでくれくれしてるわけです。